よろしくね、アンバーよ。僕はポリー。ジンよ。僕はヘリーだよ。あら、潜っちゃった。ルカは恥ずかしがり屋さんみたいだね。でも仲良くなったら歌ってくれるって。本当？ルカ、仲良くしようね。うわ、爪だ。ごめんルカ、脅かすつもりはなかったんだ。うわ、もうルカ。よく寝た。ルカ、よく眠れた？ルカ、ルカ、どうしたの？どこか痛いの？ルカ、頑張って、レスキューチームが来るよ。ルカ、ルカ、ルカ、ケロイ。ああ、みんな、ケロイ、見つけた。この下の岩のところだよ。よし、目印を浮かべてきて。了解。ルカ、ここだよ。ロイ、水槽を下ろして。了解。もうちょっと押した。もうちょっと。いいよ。よし、引き上げるよ。おい、ルカ、はしゃぎすぎだよ。ルカ、元気になってよかった。ミニマックス、僕が遊んであげるからね。なあ、かわいい。一日中君と一緒にいるのは退屈だな。ボール遊びしたいな。マックス、出てこいよ。なんだろう。キャンプファイヤーを。さっきキャンプに会った時、今夜キャンプファイヤーをしようって誘われたんだ。旅で撮った写真を見せてくれるって。ウクレレも弾いてくれるよ。きっとすごく楽しいぞ。いいだろ、一緒に行こうよ。だけどミニマックスのお世話をする人がいないよ。晩ご飯をあげないと。こんにちは。こんにちは。みんな揃った？
僕は来ようかどうしようか迷ったけど、やっぱり来てよかったな。とっても楽しいよ。誘ってくれてありがとう、キャンプ。どういたしまして。たっぷり楽しもう。それじゃあ、みんなが荷物をほどいたら、早速始めましょうか。うん、やったー、楽しみだ。なんだ？ヘリー、そっちも揺れを感じた？うん、地震だね。そうだと思うわ。ポリーとロイは街がどんな状況か見に行ったの。そっちはすぐに中止して、安全なところへ避難してちょうだい。うん、わかった。聞こえた？うん。いつまた揺れるかわからない。すぐにシェルターへ避難しよう。わかった。じゃあ、みんなついてきて。みんな、どこにいるんだ？みんな！あれ？みんなどこへ行ったんだ？水が漏れてるぞ。これでよし。開かなくなったぞ。緊急事態、緊急事態。どうしたの、ジン？フィルダーさんがマックスの家に閉じ込められてるの。みんな、今すぐ向かって。了解。大丈夫だ。ポリ、地震のせいでシャッターが歪んでて開かないぞ。それなら穴を開けよう。ビルダーさん、少し離れてください。危険です。ああ、わかった。よし、始めよう。ミニマックス、無事でいて。あ、ビルダーさん。ビルダーさん、大丈夫ですか？わしは大丈夫だ。だけど魚が。ミニマックス、動いてないよ。待って、水を入れてみれば。ミニマックス、見てごらん。おお、本当だ。やったー、やったー。うわー、イモムシじゃないか。これはただのイモムシじゃないんだ。すごく珍しい種類のイモムシだよ。これを虫博物館に持っていく途中でちょっと寄ったんだ。なるほど、会えて嬉しいよ。ポリー、もっと近くで見たら？すごく珍しいからなかなか見られないよ。いいよ。どうしたんだい？その、早く蓋を閉じた方がいいよ。すごく珍しいんでしょ？だからもしイモムシが逃げちゃったら大変だよ。ポリーの言う通りね。気をつけておかないと。そうですね。じゃあベレおばさん、この子たちを見ててもらえますか？おいしい餌を探してきます。わかったわ。はい。どこにあるのかな。あ、うわぁ、イモムシだ。あぁ、やだやだ、怖いよ。イモムシ。リフティ、どうしたの、大声出して。ベルおばさん、イモムシがいたんですよ。もうすっごく怖かった。虫かごに入ってるのにどうしてそんなに怖いの？その、箱を落として虫かごを倒しちゃって全部逃げちゃったんです。えぇ、逃げ出したって。
と僕の芋虫が逃げちゃったってこと。誘い出してこれで気をつけて助けてね。キャンプとベローバさんも手伝ってください。じゃあ始めよう。みんな、任務完了。うわ、ベローバさんすごいな。早く。オッケー。ああ、よかった。お願い出てきて、お願い。おお、な、はあ、みんな見つけられたかな。おりー、お、全部見つかった。うんうん、あと残り1匹よ。この近くにいるはずなの。いたよ。え、ポリー、君の頭に芋虫が。え、僕の頭に。ポリ、捕まえてあげる。じっとしてて。待って、ロイ、僕がやるよ。やよし、任務完了。すごいよ、ポリ。